まあそうですね、現地で行ってちょっと楽しんできてくださいよ。はい、ニコプロ何やってん、何やってんだろうって言われると JWP の放送やってるとしか言いようがないですね。あ、それをなんとかしてこそニコプロだよと言っておりますけども、やべ、今ので相当解約者が出ますかね、これはね。これは JWP 女子の放送を楽しみに来てる視聴者の皆様の間で坊主連合の講義をやらないことがこんなに大非難になるとは思わなかったですね。全然被らないと思ったんですけども、はい、てなことを言ってる間に、セミファイナルがスタートいたしました。先発はラビットとカズキでございます。まあ、相変わらず立ち上がりからすごいスピードで動いてますね、ラビットは。しかしそれを膝で止めましたカズキ。すぐさま合理症が入ってきてその流れを止めます。キャリアで上回るカズキ、そしてコマンド合理症ラブラム、おっとこれはお手っ腹を打ちつけました。カウント2、そしてボディスラムです。世代闘争と銘打たれていますこの試合でございます。ただいま入ってまいりましたコマンドボリソイは1991年デビューということですから、もう20年以上のキャリアを誇っております。そしてカズキの方も1997年デビューでございます。キャリア18年に到達しようとしております。それに対し中島ありさは2006年デビュー、そしてラビットミューも2011年デビューということで2000年代のデビュー。中島とタッグを組んで今回出場していますラビットミューですが、アルゼンチンバックブリーカーで捕らえられております。やはりベテランコンビの狙いはこちらラビットになるでしょうか。しかしこれもまた気持ちよさには定評があるラビット、正面からやり返していきます。さあフォールに行く森翔、これをブリッジで抜けました。そしてドロップキック、マメタンクのようなドロップキックをヒットさせて中島とタッチです。コマンドボリショイと中島ありさ、グラウンドの攻防が繰り広げられております。4月5日のコラキャンホール大会で晴山佳代子に敗れ、 JWP にて無差別強座から転落してしまいました中島ありさ。さあ攻防をどのような形で出直しを図るのか、もちろんその後も試合は続いております。もうすでに出直しは、はい、始まっているのですが、どういったところに、どういった方面にテーマを持ち、そして目標を持ち、そこに挑んでいくのか、その意味ではこの試合世代闘争と銘打たれております。そちらの方にシフトしていくのか、これは今朝固めですか、今朝固めで中島の動きを止めます。これをうまくブリッジを効かして切り返します。そしてフロントから首を取るフロントネックロック、がっちり決められる前にボリショイが自コーナーに戻りました。カズキにタッチです。こちらも中島にとっては先輩に当たります。カズキ、内角先行で振るカズキ、体格差を生かしてのスプラッシュ、
やはりこういったあたりがもっともっと欲を出してくれば JWP はもっともっと面白くなります。若手の成長ももちろん求められますが、ベテラン勢のタイトル、あるいは他のものに対するその情熱、やる気、モチベーション、こういったものが高まれば全体の士気も高まってまいります。その風を捕まえてサンドイッチのドロップキックだ。スピーディーな動きを見せるラビットと、そして中島、試合時間が5分経過したところでダブルアームリバースクリノルさんからダブルアームスープレックスを狙いますが、これをディフェンスしたカズキの正面からエルボー、それに対しカズキがちょっとムッとしたか膝を引き立てていきます。もちろんそれで引き下がるような中島ではない。土手っ腹に膝を食らいながらさらにエルボーで返していく。エルボーを勝つか膝が勝つか、重い膝をぶち込むカズキに対し、さあそのカズキがバックドロップに行くところを前方回転身固め、そしてお返しとばかりにボディを思い切り踏みつけました。フットスタンプならば東和樹はバックドロップで持っていきます。カウント2横四方で固められましたが、中島がカウント2で返します。さあ深追いすることなくしっかりとボリショイトタッチです。エルボー合戦になってまいりました。中島と正面から渡り合う。先日ボディービルのコンテストにも出場いたしました。ものすごい肉体をしておりますこのコマンドブリショイ。この年齢を考えれば驚異的なことです。それだけにコンディションもいい、スピードもありますし、そしてどんなに体を絞っても筋力がありますので、見た目よりもパワーがありますこのコマンドボリショー。さあアッパー気味に小手をヒットさせます。カウント2、打撃をもらうと一発で動きが止まってしまいかねません。さあロープに飛ぼうとするボリショーのバックを取ってジャーマンスープレックス、そして膝を突き立てる。おお、素早い張り手、こちらはエルボーだ。相手の動きの読み合い、赤のボリショイと青の中島が相対しております。ランニングしての顔面のストンピング、さあジャーマンスペックスですがカウント2です。まだそれまでのダメージが蓄積されておりませんでしたので、カウント2でクリアすることができましたボリショイ。しかしこのままズルズルズルと攻められていたら待っているのは敗北です。さあさらにこの気の強い女が出てまいりました、ラビットミュー。このミューの危険を制するかのように脇固めに捉えました。これに対しくるくるくると回ってのアームホイップ、そしてランニングエルボー、体ごとぶつかっていくようなラビットのランニングエルボーからブレインバスター、軽々とボリショー投げ、もう一発ロコモーション式でブレインバスター。さあ3発目いくか、3発目がこれが決まれば3アミーゴスになりますが、その前にフロントネックロックで切り返します。コマンドボリショイフロントネックロックでラビットミューの動きを止めました。リング中央、さあタックマッチでそのカットに入ることもできますが、ここはラビットが自力で逃げるのか、逃げようとするラビットを追いかけて、またしてもフロントネックロック同時にを加えております。さあ自力で脱出することができるかラビット、ウサギを捕獲するかコマンドボリショイ。おーおーおお、立ちますね立ちますね、そのまま持ち上げてブレンバスターに持ってった。すごいすごい、フロントネックロックをブレンバスターで切り返しました。カウント2、139センチの身長からは考えられないようなパワーを見せますラビットミューです。
さあそのラビットが高さを利用すべくコーナーに上がりましたが森翔がカット、しかしすぐさま中島が入ってきて投げっぱなしジャーマンでラビットをフォローいたします。そしてミサイルキック、ウサギが飛んだ、中島もミサイルキックで飛ぶ。さらにミュウがミサイルキックです。ミサイルキックの3連打、3発のミサイルが飛びましたが森翔がカウント2でコールを跳ねのけます。試合時間10分経過。世代闘争2000年デビュー組が現在押しております。エルボー相打ち、もう一発エルボー相打ちだ。この小判と森翔も若い頃は自分よりも大きな選手ばかりの中で悩みながら苦しみながら現役を続けてまいりました。体の小さい時の気持ちは誰よりも分かっている。それだけにこのラビットミュウ、139センチのラビットミュウを正面から受け止めております。さあカズキがコードブレーカーでラビットの動きを止めました。さあ619飛ばし、ショーダーアッパー、ここはキャリア組がチャンスチャンス、タイガースプレックスホールド、分断されたミュウですがなんとか中島が救出に間に合いました。しかしグロッギー状態、ゆったりしておりますラビットミュウ、深追いすることなくカズキにタッチいたしました。さあカズキがダブルミュウを落とし中島と分断いたします。そしてファイアマズギャルで担ぎ上げますが背後に滑り込む、しかしそれをよく見ていた、ダブルフットスタンプ至近距離から。さあ膝を乱れ打ちいたします。おー、しかし待っているのはカウンターのエルボー、体ごと飛び込むようなラビットミュウのエルボー、どんな技を出すにしても体ごとです。小さい体を補うべく全て体いっぱいでやっていく。しかしこれは中島とラビット2人にコードブレーカーデュランダルを見せました。さあ分断されたラビットを返せるか、縦四方で固めるが中島が救出に間に合った。しかしその中島を場外に落とすコマンドボリショイ、リング上をカズキに託します。コーナー最上段、どうやらこれで決めにかかります。しかしラビットが立ち上がりました。あれほどの攻撃を浴びていても自力で立ち上がるラビットミュウ、そしてセカンドロープ上に乗ってなだれ式ブレンバスターを狙う、なだれ式いくか、なだれ式ブレンバスター、自分よりも重いカズキをなだれ式ブレンバスターで投げて体を浴びせるようにホールに行くがカウント2です。固める力が入っていない、それだけ追い込まれている。さあスピーディーなラビットよく見てる、覚え投げのようにして、おーっとこれは裏十字固めになってるか。そしてさらにブリショイも中島をスリーパーホールドで止めます。さあサブミッションが決まってる、ラビットは脱出することができるのか。空いてる左手でサードロップを掴もうとしてますが掴んでいるのは呼吸のみ。あ、それでもなんとかサードロップ届いた届いた。しかしこれはカズキのチャンス、バックドロップ、そしてリバーススプレッシュ式のフットスタンプだ、いや、ニードロップだ。もう一発、ニードロップ行く。リバースニードロップから、おーっと自力で返す。中島は入ってこられない。中島は入ってこられない。ボーリショイがカットしている。さあ、ラビットこれを自力で、このピンチを跳ねのけることができるか。あー、ダイビングダブルに。バンジーキュースでしょ。中島がなんとか間に合った。中島が間に合った。しかしまたしてもボリショイによって外に投げ出されます。完全にボリショイはカズキに試合を託しております。
さあ膝をアピール、デスバイロデリック、あしかしこれを着地した、おーっとこれ中島が入ってきて蹴り、丸め込む丸め込む、ボディションがカットに入った、間に合った間に合った間に合いました。さあしかしミユがもう一回すごいエルボー正面から、そしてこのブリッジもすごい、あージャーマンスープレックス、これカウント2、試合時間15分経過です。しかし先ほどので流れが変わったか、追い込まれていたラビットですが中島の救出、そして自分の反撃、これにより流れを変えたか、ジャーマンはカウント2で返されましたが、さあバックの取り合い、バックの取り合い、ボリショイの、ああボリショイの裏剣が誤爆してしまった。さあエルボー一発放ってから、あこれも水晶式の膝を入れる、カズキが躍動する、あしかしその膝蹴りをキャッチしバックに回ったぞ、あこれはこれはこれは、あラビットスープレックスホールドでスリーカウントダッシュ、最後は膝蹴りに来たところをその足をキャッチしてバックに回り、そして得意のラビットスープレックスに持っていきました。いやーそこまで追い込まれていながらラビット勝負を捨てませんでした、諦めませんでした、思わず笑顔で中島ありさも抱きかかえます。見てくださいこの中島の嬉しそうな表情と、そして成功を突き当てたというラビットの表情、二人で勝ち名乗り上げましたが、その表情は対照的です。自分が勝ったかのように嬉しげな表情を浮かべる中島ありさ。すべてを出し切った感のラビットミュー。いやー、ベテラン組はね、あそこまで追い込んでいながら、なんとなんと、予想を超えるラビットの粘りにやってしまいました。前回の話で言いましたよね。私たちが見ているのは、私はただ先輩の背中を見てるだけじゃないということ、私たちは先輩の背中とさらにその先を見て前に進んでます。私たちはその先に進む覚悟があります。それなのに森翔さん、あなたが前に進む覚悟がなくていいですか？JWP がさらに進むために今ハリヤマカヤコ対コマンドボリショに必要ないじゃないですか？ありがとう。確かにそうだね、 JWP が前に進んでいくために私が立ち止まっちゃいけない。どんな戦いにもいつか終わりがあるかもしれないけど、私は怖がらず前を進んでいきたいと思います。こんなに頼もしい後輩たちが育ってきてるんだから、ピアハートは私たちの心に、そして皆さんの心に受け継がれていっています。私の答えは針山佳代子の試合だと本人にリング上で引き継がれると思っています。今日はありがとう。さあ何かしらの決断、グラウンドの攻防が繰り広げられております。4月5日のコラキャンホール大会で晴山佳代子に敗れ、 JWP 認定無差別強座から転落してしまいました中島ありさ。さあ今後どのような形で出直しを図るのか、もちろんその後も試合は続いております。もうすでに出直しは始まっているのですが、
どういったところに、どういった方面にテーマを持ち、そして目標を持ち、そこに挑んでいくのか、その意味ではこの試合、世代闘争と銘打たれております。そちらの方にシフトしていくのか、これは今朝固めですか、今朝固めで中島の動きを止めます。これをうまくブリッジを効かして切り返します。そしてフロントから首を取る、フロントでクロックがっちり決められる前にボリショイが自コーナーに戻りました。カズキにタッチです。こちらも中島にとっては先行に当たります。カズキ対角線で振る、カズキ対角線を生かしてのスプラッシュ。やはりこういったあたりがもっともっと横を出してくれば JWP はもっともっと面白くなります。若手の成長ももちろん求められますが、ベテラン勢のタイトル、あるいは他のものに対するその情熱、やる気、モチベーション、こういったものが高まれば全体の士気も高まってまいります。その風を捕まえてサンドイッチのドロップキックだ。スピーディーな動きを見せるラビットと、そして中島、試合時間が5分経過したところでダブルアームリバースミネルソンからダブルアームスープレックスを狙いますが、これをディフェンスしたカズキの正面からエルボー、それに対しカズキがちょっとムッとしたか、膝を突き立てていきます。もちろんそれに引き下がるような中島ではない。土手っ腹に膝を食らいながらさらにエルボーで返していく。エルボーを勝つか、膝が勝つか、重い膝をぶち込むカズキに対し、さあそのカズキがバックドロップに行くところ、前方回転身固め、そしてお返しとばかりにボディを思い切り踏みつけました。フットスタンプならば、とカズキはバックドロップ詐欺を捕獲するか、コマンドボリショイ、おーおーおお、立ちますね、立ちますね、そのまま持ち上げてブレンバスターに持ってった。すごいすごい、フロントネックロックをブレンバスターで切り返しました。カウント2 139センチの身長からは考えられないようなパワーを見せますラビットミュウです。さあそのラビットが高さを利用すべくコーナーに上がりましたが、森翔がカット、しかしすぐさま中島が入ってきて投げっぱなし、ジャーマンでラビットをフォローいたします。そしてミサイルキック、ウサギが飛んだ、中島もミサイルキックで飛ぶ、さらにミュウがミサイルキックです。ミサイルキックの3連打、3発のミサイルが飛びましたが、ボーリーショイがカウント2でコールを跳ねのけます。試合時間10分経過、世代闘争2000年デビュー組が現在押しております。エルボー相打ち、もう一発エルボー相打ちだ。このコマンド森ショイも若い頃は自分よりも大きな選手ばかりの中で悩みながら苦しみながら現役を続けてまいりました。体の小さい人の気持ちは誰よりも分かっている。それだけにこのラビットミュウ、139センチのラビットミュウを正面から受け止めております。さあカズキがコードブレーカーでラビットの動きを止めました。さあ619飛ばし、ショーダーアッパー、ここはキャリア組がチャンスチャンス、タイガースプレックスホールド、分断されたミュウですが、なんとか中島が救出に間に合いました。しかしグロッギー状態、ゆったりしておりますラビットミュウ、床折りすることなくカズキにタッチいたしました。さあカズキがダブルミュウを落とし、中島と分断いたします。
そしてファイアーマズキャリーで担ぎ上げますが、背後に滑り込む。しかしそれをよく見ていた。ダブルフットスタンプ、至近距離から。さあ膝を乱れ打ちいたします。おー、しかし待っているのはカウンターのエルボー。体ごと飛び込むようなラビットミューのエルボー。どんな技を出すにしても体ごとです。小さい体を補うべくトロップで持っていきます。カウント中、横四方で固められましたが、長島がカウント中で返します。さあ深追いすることなく、しっかりとボリショイトタッチです。エルボー合戦になってまいりました。中島と正面から渡り合う。先日ボディビルのコンテストにも出場いたしました。ものすごい肉体をしております、このコマンドボリショイ。この年齢を考えれば驚異的なことです。それだけにコンディションもいい、スピードもありますし、そしてどんなに体を絞っても筋力がありますので、見た目よりもパワーがあります、このコマンドボリショイ。さあアッパー気味に小手をヒットさせます。カウント2、打撃をもらうと一発で動きが止まってしまいかねません。さあロープに飛ぼうとするボリショイのバックを取ってジャーマンスープレックス。そして膝を突き立てる。おお、素早い張り手。こちらはエルボーだ。相手の動きの読み合い。赤のボリショイと青の長島が相対しております。ランニングしての顔面のストンピング。さあジャーマンスペックスですがカウント2です。まだそれまでのダメージが蓄積されておりませんでしたので、カウント2でクリアすることができました、ボリショイ。しかしこのままズルズルズルと攻められていたら、待っているのは敗北です。さあさらにこの気の強い女が出てまいりました、ラビットミュー。このミューの気を制するかのように脇固めに捉えました。こういう体勢にくるくるくると回ってのアームホイップ、そしてランニングエルボー。体ごとぶつかっていくようなラビットのランニングエルボーからブレインバスター。軽々とボリショイ投げ、もう一発ロコモーション式でブレインバスター。さあ3発目いくか。3発目がこれが決まれば3アミーゴスになりますが、その前にフロントネックロックで切り返します、コマンドボリショイ。フロントネックロックでラビットミューの動きを止めました。リング中央。さあタックマッチですので、カットに入ることもできますが、ここはラビットが自力で逃げるのか。逃げようとするラビットを追いかけて、またしてもフロントネックロック、同時に加えております。さあ自力で脱出することができるか、ラビット。すべて体いっぱいでやっていく。しかしこれは中島とラビット2人にコードブレーカーデュランダルを見せました。さあ分断されたラビットを返せるか、縦四方で固めるが、中島が救出に間に合った。しかしその中島を場外に落とすコマンドボリショイ、リング上を和樹に託します。コーナー最上段、どうやらこれで決めにかかります。しかしラビットが立ち上がりました。あれほどの攻撃を浴びていても自力で立ち上がるラビットミュー。そしてセカンドロープ上に乗って、なだれ式ブレンバスターを狙う。なだれ式いくか、なだれ式ブレンバスター。自分よりも重い和樹をなだれ式ブレンバスターで投げて、体を浴びせるようにホールいくが、カウント2です。固める力が入っていない、それだけ追い込まれている。さあスピーディーなラビットよく見てる。覚え投げのようにして、おーっと、これは裏十字固めになってるか。そしてさらにブリショイも中島をスリーパーホールドで止めます。さあサブミッションが決まってる。
ラビットは脱出することができるのか。空いてる左手でサードロップを掴もうとしてますが、掴んでいるのは虚空のみ。あ、それでもなんとかサードロップ届いた届いた。しかしこれは和樹のチャンス。バックドロップ、そしてリバーススプレッシュ式のフットスタンプだ。いや、ニードロップだ。もう一発ニードロップいく。リバースニードロップから、おーっと自力で返す。中島は入ってこられない、中島は入ってこられない。ボーリーソイがカットしている。さあラビット、これを自力でこのピンチを跳ねのけることができるか。あー、ダイビングダブルにバンジーキュースでしょ。中島がなんとか間に合った、中島が間に合った。しかしまたしてもブリショイによって外に投げ出されます。完全にブリショイはカズキに試合を託しております。さあ膝をアピール、デスバイロデリック。あ、しかしこれを着地した。おっと、これ中島が入ってきて蹴り、丸め込む丸め込む。あーあーあーあああ、ボリショーがカットに入った。間に合った間に合った、間に合いました。さあしかしミユがもう一回すごいエルボー正面から、そしてこのブリッジもすごい。あー、ジャーマンスプレッチ、これカウント2。試合時間15分経過です。まあそうですね、現地で行ってちょっと楽しんできてくださいよ。はい、ニコプロ何やってん、何やってんだろうって言われると JWP の放送やってるとしか言いようがないですね。あ、それをなんとかしてこそニコプロだよと言っておりますけども、やべ、今ので相当解約者が出ますかね、これはね。これは JWP 女子の放送を楽しみに来てる視聴者の皆様の間で坊主連合の講義をやらないことがこんなに大非難になるとは思わなかったですね。全然被らないと思ったんですけども、はい、てなことを言ってる間に、セミファイナルがスタートいたしました。先発はラビットとカズキでございます。さあ、相変わらず立ち上がりからすごいスピードで動いてますね、ラビットは。しかしそれを膝で止めましたカズキ。すぐさまボーリショーが入ってきてその流れを止めます。キャリアで上回るカズキ、そしてコマンドボーリショー、ダブラム。おっと、これはお手っ腹を打ちつけました。カウント2、そしてボディスラムです。世代闘争と銘打たれていますこの試合でございます。ただいま入ってまいりました、コマンドボリショイは1991年デビューということですから、もう20年以上のキャリアを誇っております。そしてカズキの方も1997年デビューでございます。キャリア18年に到達しようとしております。それに対し中島ありさは2006年、デビュー、そしてラビットミューも2011年デビューということで2000年代のデビュー。中島とタッグを組んで今回出場していますラビットミューですが、アルゼンチンバックブリーカーで捉えられております。やはりベテランコンビの狙いはこちらラビットになるでしょうか。しかしこれもまた気持ちよさには定評があるラビット、正面からやり返していきます。さあフォールに行く、ボーリショイこれをブリッジで抜けました。そしてドロップキック、マメタンクのようなドロップキックをヒットさせて中島とタッチです。コマンドボリショイと中島ありさ。